ま。Far West Life。はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサーです。今回の動画はアメリカでフードトラックビジネスに挑戦する日本人にインタビューというテーマで動画を撮影していきたいと思います。フードトラックといえば、なんかこうメキシコの屋台とか、あとはなんかホットドッグ屋さんとかのイメージがすごい強いんですけど、今回なんとラスベガスのこの郊外で日本人が、日本食のフードトラックをやってるという話を聞いたので、ぜひねインタビューしていきたいというふうに思います。はい、ということでね、早速なんか見えてきましたね。あれかな、あれ、お、アタックオンライス。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。陽子さんですね。はい、はい、どうも、はじめまして、マサです。よろしくお願いします。はい、こちらがあのこのアタックオンライスをオーナー、はい、はい、オーナーの経営されてる陽子さんになりますんで、これから注文をして、実際ちょっとね食べてみようと思いますし、動画の最後には陽子さんにインタビューも、しますので、ぜひ最後まで見てください。めっちゃ美味しそうじゃないですか、これ。ローストビーフ丼から食べたいと思います。なんかね、陽子さんめっちゃ作ってくれたんですよ。早速いただきたいと思います。いただきます。うまっ。ローストビーフ丼、あの3種類のねソースを使ってるそうです。今陽子さんに聞いたんですけど、ご飯の上に乗っかってる照り焼きソースなんですよ。でそれはまあアメリカ人好みに甘く合わせるっていうのは分かったんですけど、さらにその肉の上にもソースが乗ってて、それがあの特別、スペシャルオニオンソースだそうです。なんていうの、これがね、そのローストビーフにめちゃくちゃ中和するソースだなって感じたんですよ。何か最初分からなかったんですけど、あのオニオンソースがね、2段目に乗ってます。で一番最後が、この白いね西洋わさびのソースになります。3段階のソースですよ。これすごいですよ。ぜひ食べてみてください。このローストビーフの味もしっかり出てるけど、なんかこう秘伝のタレみたいな気持ちピリ辛の西洋わさび、めちゃくちゃ美味しい。めっちゃ合う。肉にめちゃめちゃ合います。あ、これうまいわ。これね、ローストビーフ好きにはもうたまらんと思う。めっちゃご飯に合います。さあ、そして僕が密かに期待していたこれよ。このロゴにもなってるこのステーキ丼、めっちゃ美味しそうじゃない？ほら、スティーブさんが目の前で焼いてくれました。ステーキ丼です。いただきます。おー、お肉も柔らかくて美味しい。うん、あ、もうめっちゃステーキって感じ。
これ肉好きにはたまりませんよこれ。うん、このステーキの丼で20ドル以下でこれ食べれんのよ、すごくないですか。普段ねレストランでステーキとか食べたら50ドル60ドルいくじゃないですか、ね、安くても40ドルとか超えんのに、これ20ドル以下よ、18ドルでこれ食べれんのよ、めちゃくちゃお得よこれ。陽子さんね特別ねこれも作ってくれたんですよ。じゃじゃーん、チキン南蛮、ほら見えます、これこのねチキン南蛮、アメリカ人のお客さんの人気ナンバーワンメニューだそうです。これめっちゃうまそうじゃない、ほら。じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。うおー、チキンめっちゃ柔らかい、これ一番ご飯進む、めちゃくちゃうまい。うわ、人気ナンバーワンっていうだけある、これめちゃくちゃうまい。チキン柔らかいわ、外がカリッとなってるんですけど中がめちゃくちゃチキン柔らかい。うん、このタルタルソースもめっちゃうまい、やばい、これめっちゃうまい。うん、はい、ということでこのアタックオンライスのオーナーの陽子さんにインタビューをさせていただきたいと思います。じゃあ陽子さんよろしくお願いします。じゃあまず陽子さんに聞きたいのが、フードトラックをどういう経緯で始めるに至ったのかっていうのを教えていただいてよろしいでしょうか。レストランで20年ぐらい働いたんですけれども、はい、だんだんと重いものを持って腕が痛くなって、はい、ちょっと無理だなと思い始めて、はい、そろそろ自分でやってみようかなと思って、はい、何年か前から自分でやりたい気持ちはあったんですけど、はい、なかなか踏み切れず、はい、でその手が痛いっていうのがきっかけとなって、はい、じゃあちょっとやってみようかなと。あ、レストランで働いてたけどトレーラーのやつだったらその手のこともあまり心配せずにできるかなという、そうですね、理由ですね、っていうちょっと簡単な考えで始めてみたんですけど、うん、はいはい、やっぱりやってみると重いものを持ったり大きいものを持ったりするんで、はい、結果、はい、同じような感じだったんですか、はい、めちゃめちゃ気になったんですけど、これこういうロゴあるじゃないですか、はい、これどうやって考えたんですか。まず面白い名前じゃないですか、アタックオンライスって。ごめんなさい、ぶっちゃけ聞いていいですか、はい、進撃の巨人から来てるんですか。そうなんです、ですよね。僕進撃の巨人大好きなんですよ。 あれアタックオンタイタンでしょ、はい、はい、それに交えて名前を、はい、アメリカ人にアイリーがすごく人気なので、はい、ああなるほどなるほど、この絵も、はい、これも友人に作っていただいたんですけど、はいはい、アニメらしい女の子で可愛らしいものっていうので作ってもらって、はい、でそれに加えて名前も何かアニメに交えて、はい、その考えていた時に、なるほど、ご飯系らしい、はい、これでいこうかなと。なるほど。あ、そうだったんですね。そうなんです。アメリカ人の注目をこう集めるためにこうアニメっぽい感じのデザインを考えたっていうことなんですね。あ、なるほど。いやでも僕もね、この名前聞いたとき、やっぱりおってなりましたからね、初めてね。じゃあここでやっぱりちょっとメニューのことでちょっと気になるんですけど、やっぱりこのフードのトラックって、僕の中ではやっぱメキシコ系とか、ホットドッグ系のやつは結構見るんですよ。はい、お祭りとか行ってもタコスとかいっぱいあるじゃないですか。そうですね。でもあんまりこの丼ってないんで、はい、このアイデアっていうのはどういう風な感じで、作られたんですか。もともとフードトラックのことは全く考えてなくて、はい、レストランを開けようと思ってたんですけど、はい、一人で開けるには高いなと思って、あ、コスト的にもね。そうですね、はいはい、なのでフードトラックだと結構格安で始めれるので、はい、とりあえずここから始めてみようかなと、はい、うん、でずっと日本食で働いてきたので、はい、日本食がいいなと思って、はい、何にしようかなって考えた時に、はい、ベガスにないものはい、をやってみようと。はい、丼の店ってないじゃないですか。ないですよね。確かにないないない、はい。日本食のレストランあっても、トラックで日本食出してる屋台みたいなないですよね。そうです、ね、うんうん。そうなので、丼系、ちょっとやってみたいなと思って。はい。で、そこでちょっと、一緒にキッチンの中撮影させてもらった時に、作ってたシェフのスティーブさんいらっしゃるじゃないですか。まあ、スティーブさんビジネスパートナーということで、はい、一緒に働かれてると思うんですけど、もともとスティーブさんはなんかこう、プロの
料理人さんだったとか、なんかそういう感じなんですか？25年、はい、シェフとして、はい、フレンチ、イタリアン、あとアメリカン、はい、ステーキ、はい、のレストラン、ホテルの中でずっと働いてて、はい、あ、ラスベガスのホテルの。そうです。お、日本食は一切知らなかったんですけれども、はいはいはい、まあ、そういう経歴があるのと、はい、あと彼の作った食べ物が美味しいっていうので、はい、あ、これはもしかしたらうまくいくかなと、はい、タッグを組んだら、はい、と思って、はい、一緒に始めて。なるほど。いや、ここポイント高いですよね。スティーブさん、単なるね、屋台の料理人というより、25年間ホテルのレストランでも、いろんな違うレストランの経歴持ってらっしゃるということなので、いや、だからあの味付けがめちゃくちゃ美味しいと思ったんですよ。ね。あ、なるほど、そうだったんですね。はい、でもまあ、やっぱりね、やってみて楽しいことばっかりじゃないと思うんですよ。そこでやっぱり、まあ今までの経験として、大変だったことっていうのはありますでしょうか？フードトラックをやってて、うわ、これはちょっと思ってたよりも辛かったとか、大変だったみたいな。トレーラーなんですけど、はい、トラックで引っ張ってるんですけど、運転が大変。あ、なるほど。あ、陽子さんがもう。あ、私は運転しないんですけど。あ、しない。はいはいはい。彼が運転してるんですけど、はい、はい、はい。それが、まあ、大変。はい。で、こう、駐車用をするのも大変。あ、ですよね。多分、バックとか大変ですよね、これね、絶対ね。大変です。うん、はいはいはい。一番最初は全然分かんなかったので、はい、油もう満タンに入れたまま運転したりとか、はい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 、あとトラックで動くんで、はい、物を普通に置いたら全部落ちてきてたりとか、はい、そういうのが最初、なるほど、あ、そういうのが苦労したんですね、はい。でもアメリカ人のお客さんが結構来るということなんですけど、はい、やっぱり日本人の人の好みとはちょっとやっぱ違うじゃないですか。そうですね、そういう感じでアメリカ人のお客さんをもっと注目してもらえるように、普段からこう心がけてることとか、なんかそういったことはありますか？とりあえず味付けは最初に、はい、アメリカ人の好むような、はい、ザ和食だと、はい、日本人にはいいかもしれないですけど、はい、アメリカ人向けではないので、まあそうですね、うん、そこら辺は彼に任せて、はい、どんなものがいいか、うん、私の味覚と彼の味覚がちょっと違うので、はいはいはい、その中間にはい、うん、あ、そんな感じで、はい、はい、じゃあやっぱりナンバーワンって言われてたあのチキンナンバーもそんな感じですよねそうですね、唐揚げはもう彼のレシピなので、はい、私も知らないです。あ、そうなんですねいや、もうめちゃくちゃうまかった。ほんま一番もうナンバーワンですよ、はい、ラスベガス情報を配信してるんですけど、はい、結構ラスベガスに旅行に来る方見ていただいてるんですよ、日本から来る方でね。で、そういう方ってやっぱ郊外のところってなかなかほら来れにくいじゃないですか。だいたいストリップのところなんです。ようこさんのこのトラックってあんまりストリップの近くには行かない感じですよね。今のところ行ってないです、ね。はい。じゃあ例えばようこさんのこのトラックの食べ物を買いに行きたいっていう人がいたとしたら、どういうふうにしてこのアタックオンライスを見つけたらいいでしょうか、ね。インスタグラム。はい。それからウェブサイトに、はい、ロケーションを毎週アップしてる。はい。そこで見ていただいて、はい、どこにいるかなと。なるほどね。じゃあ、概要欄に、ここのインスタのリンク貼っときますんで、気になる方、ラスベガスに旅行に来て、やっぱりね、高級レストランとかやっぱ高いじゃないですか。で、今ほら、チップとかももう 20% 超えてとか言って大変じゃないですか。で、そんな時にコスパのいい、手軽に美味しく食べたいって思ってる人多いと思うんで、まあそういう時はですね、ちょっと郊外に出たり、レンタカーでぐるぐる回る人には、めちゃくちゃおすすめだと思うんで、ぜひ、しかも、ようこさん日本人だし、安心でね、日本語ももちろん通じますし、メッセージとかもしたらね、多分答えてくれると思うんで、ぜひ、ベガスに来る方で、レストランじゃなくて、ちょっと、コスパがよく美味しく食べたい、それから、あとは、まあ、日本食も食べたいっていう人もいらっしゃると思うんで、ぜひ、このアタックオンライス来ていただけたらと思います。Far West Life。はい、ということで、ようこさん、今回どうもインタビューありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今回こんな感じで終わりたいと思います。皆さんご視聴どうもありがとうございました。それではまた次のファーウェストライフでお会いしましょう。みんな、ここに来てや。バイバイ。